こんばんは、じっくんチャンネルへようこそ。今日はですね、以前ご紹介しましたこれ、テスラモデル3用の普通充電の時に使うロックアダプター、これがですね、この度新しくバージョン3に進化しましたので、そちらを紹介したいと思います。今手に持ってるこちらはですね、バージョン1の商品になります。で、今自分の車についてるのがバージョン2になって、でさらにですね、今回またパワーアップしたバージョン3が出たということなので、どのように進化したのか、ちょっとメルカリのページを見てみたいと思います。はい、こちらが、メルカリのおなじみテスラマニアさんの出してるショップページになるんですが、こちら見ていきますと、はい、こちらにですね、ロックアダプターの最新版バージョン3が出展されてます。じゃあ、バージョン1からバージョン3までどのように進化していったかっていうのをちょっと見ていきたいと思うんですけど、はい、まずこちらがですね、バージョン1で出たロックアダプターです。こちらは単にですね、このようにテスラモデル3に付属してくる普通充電用のアダプターをこんな感じでですね、充電用ポートにかませることで、いたずらでこのロックを外せなくしてくれるっていうですね、こういうアイテムでした。はい、その後ですね、バージョン2が出た時に変わった点がですね、はい、ちょっとロックアダプターの形状が変わって、ここに一つですね、なんか穴が追加されてます。で、商品構成としてこの金属のプレート板と、あとこのフックの形をしたアダプターが付属しました。で、これによって何ができるかというと、はい、こんな感じでモデル3のトランクの天井に余ってるネジにこれを取り付けることで、余ってるネジっていうのがね、こんな感じで突起になってるんですけど、ここに付けることで、こんな感じでですね、ロックアダプターをトランクの天井に収納できるような機能がつきました。で、さらにですね、はい、ここがですね、フック状の鍵になっているので、こんな感じで買い物袋を吊り下げることもできるっていう1台3役になったんですね。これがバージョン2の大きな進化点でした。で、私もですね、このバージョン2を気に入ってずっと使い続けてるんですけど、ちょっと経年劣化してきた時に一つ問題が起きまして、それは何かと言いますと、このロックアダプターの穴にこの金属プレートを挿して固定してるんですけど、ずっと使ってるとですね、徐々にこの穴が緩くなってきて、走行してる振動でたまにですね、本当にごくたまになんですけど、このロックアダプターがトランクの下にこう転がっちゃってたことが何度かあったんですよ。で、製作者さんの方にそのことをお伝えしたっていうのもあるんですけど、今回バージョン3になってこの弱点が改善されました。はい、じゃあ今回の新しいバージョン3の内容を見てみます。はい、ロックアダプターの形状はバージョン2と変わりません。今までと同じものです。そして付属している内容に一つアイテムが追加されました。この左下の黒いですね、棒状のパーツ、これがバージョン3で追加されたパーツになります。あとの同梱品はバージョン2の内容のものと同じものになります。で、これの使い方なんですけど、はい、このようにですね、金属プレートとこの新しくついてきたこのプラスチックの棒を共締めすることによって、ロックアダプターを挿した時にここでですね、カチッとロックされるようになったんですね。抜け防止機能が追加されたっていうのが進化点になります。で、後の使い勝手はバージョン2と同じで、通常のロックアダプターとしての機能はもとより、今まで通りこの買い物袋をかけるという機能もそのままです。はい、それで今回のバージョン3のお値段は全部セットで3950円なんですが、この製作者さんのですね、非常に優しいところだと思うんですけど、なんとですね、バージョン2を買った人向けにアップグレード用のパーツも出してくれてるんですね。で、それがこちらになります。はい、こちらのロックアダプターバージョン2からバージョン3へのアップグレードバーというのを、たったこれ300円なんですよ。300円で買えば、前にバージョン2を買った人もバージョン3にアップグレードできるという非常に親切な内容になっています。はい、この棒だけが別売りで売られていますということです。はい、というわけで今回私のところにもこのバージョン2からバージョン3にアップグレードするためのアップグレードバーを送っていただきましたので、こちらを早速取り付けていきたいと思います。じゃあ車の方に移動したいと思います。はい、今こちらがですね、取り付いている状態なんですけど、私いつもこのように買い物用のエコバッグをこのフックにぶら下げて使っています。
で、これちょっと取りますね。で、今こんな感じでついてるんですけど、ちょっと私のアダプターもこの辺がゆるゆるになっていて、ちょっとすると抜けてしまうので、やっぱりこの状態だとこう走ってるうちにこれがだんだんずれてきてこう落ちてしまっていました。それでですね、今回このバージョン3用のアップグレードバーを使って取り付けていきたいと思います。まだ外して、はい、バージョン2についてたこのアダプターがあるんですけど、これの代わりに今回これをつけるような感じですね。はい、こんな感じだと思います。で、これであとはボルトに締めるだけです。よし、うん、締める角度とかも前と全然変わらなくて、フックがね、この前向きになるように調整したのでバッチリですね。で、ここがロックになっていて、じゃあちょっとこのアダプター取り付けてみますけど、カチンと、はい、ここでフックが引っかかって外れなくなりました。で、しかもね、これだいぶ先端の方で止められるので、前はほら外れるのが怖いからこの根元の方までアダプターを挿してたので、このエコバッグのフックを引っ掛けるときに結構これが近づいてたので邪魔だったんですけど、これだけ先端で止まってればこうフックに引っ掛けるのも楽ちんですね。はい、こんな感じで今ちょっと手で引っ張っても全然抜けないので、で、外すときはこのフックをちょっと上に持ち上げたら簡単に取れますと。これはいいですね。あ、カチッといって完璧だと思います。はい、こちらですね、先ほど紹介したメルカリのページの他に、ラクマでも売ってますので、ラクマとメルカリの商品リンク両方とも動画の説明欄に貼っておきます。モデル3をお持ちの皆さんはぜひ検討してみてください。ではまた別の動画でお会いしましょう。それではまた。